がエンジニアだったということがあって、エンジニアという職業が非常に自分にとって身近だったということが、エンジニアを目指したきっかけです。航空宇宙の製品に携わる仕事をどうしてもしたいというのを大学時代に考えていましたので、それを実現できる会社というのは、三菱重工しかないというふうに考えました。私は MRJ という航空機に搭載される PW1200G エンジンというものの組み立てと試験の生産技術および生産管理を担当しています。で、現在はこちらのエンジンの初号機を組み立てるための準備作業および量産体制の構築を図っているところです。航空機エンジンというのは、航空機の中でも飛行安全に関わる非常に重要な装備品の一つですので、そのエンジンを確実に安全に組み立てて MRJ 機体側に引き渡すというのが私たちの使命だというふうに考えています。大切にしていることはチームワークですね。仲間といかに密接な連携を取りながら業務を進めていけるかというところが重要だと思うので、それによって個人の力が最大限発揮されると思うので、その調和というところは重要視していきたいと考えています。PW1200G というエンジンは申請だけではなくて、修理も私どもの方で実施していく計画があります。ですので、実際に申請エンジンとして組み立てたエンジンが MRJ に搭載されて世界中を飛び回って、そのエンジンがまた再度私たちの工場に戻ってくるという時が来ると思うので、非常に楽しみに感じています。アワテクノロジーズ、ユアトゥモロー、三菱ヘビーインダストリーズ。